様々な色のスズランテープ先端を削えたスズランテープスズランテープは1962年に発売された伊東中ンプラス株式会社の商標であり、ごく薄く幅の広い合成繊維製のテープを指す市場名である。同社の製品は花の名にちなむものが多かったとされるが、それら名称の確かな由来は不明である。スズランテープに関しては、 発売当時の生産ラインが札幌に存在し、1960年にスズランが札幌市の花に制定されたことも関連があると推測される。ポリエチレン製が一般的であるが、比較的強度の高いポリプロピレン製のものも存在する。他社の類似品と合わせて、ポリエチレンテープ、PP テープ、タイラテープなどとも総称されるが、ホッチキス、セロテープなどと同様。 スズランテープの名称が市場名として通用する。なお、同様の合成繊維を原料として、紐状の製品も市場に流通しており、スズランテープと混同されることもある。これらに関して区別を強調する場合は、ポリエチレン紐、PP 紐などと称される。幅が 50mm 程度の薄膜でありながら、繊維に対して長手方向の引っ張り強度は比較的強い。 防水性も高く荷造りなど家庭用の結束具として便利が良い。一方で、長手方向には容易に咲くことができるという性質を利用して、スポーツ応援のポンポンをはじめとする各種、手芸用としても需要があり、市場で見られるスズランテープの色の種類は豊富である。ありがとうございます。